夏服を手放して人生大激変。はい、こんにちは。ステカツで人生好転のエツコです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、ということで今日はサンタモニカからお届けしています。ということで高橋さん、はい、今日のお悩みは何ですか？今日はですね、エツコさん、秋服買いたいと思ってるんですよ。秋服？そう、このアメリカでいい感じの秋服買いたいなと思っていて、どういったものを入れれば自分自身の理想とする未来に近づけるかなと思ってですね、それを聞きたいなと思いまして。なるほどね、はい、まず秋服いいねんけど、はい、その前に夏服捨てたんかっていう話なよな。捨ててないですよいやだから夏服を捨ててから秋服を入れるわけよね。もちろん季節がさ、まだ被ってる時っていうのがあると思うから、はい、全捨てはしてないかもしれないけれども、半分はもうこの時点で捨てていいわけ。まだ暑いですよ。いやだってもう秋服買うんやろ。買いたいです。そうやろ、はい、でも秋服ってさ9月の半ばぐらいから着いひん。ちょっと今日本だと肌寒い、うん、なってるでしょ。そうなってきたので欲しいんですけど、夏服捨ててないですよ。だったら夏服を先に捨ててから秋服を入れましょうってことなので、皆さんの中にもいやー秋服買いたいなって思ってる方いると思うんですよ。もちろん OK なんですけれども、その前に夏服をしっかり手放してから秋服を入れる、このマインドセットをね今日はお話ししていこうと思います。これをやることで人生がどれくらい変化していくのかということもお話していきますので、捨て活動を今からされる方、もう真っ最中の方、もう私夏服捨てますよ、その次秋服どんなの入れたらいいのという方、そして人生を大好転させたいという方はぜひ最後までご視聴ください。はい、ということで夏服手放すとこなんですけど、まずはどれくらいちなみにあるの夏服って。夏服は T シャツは7枚ぐらいあるんですね。汗かいたりするんで着回せるように7枚ぐらい持ってるんですけど、うん、例えばジムとか行ったりする？ジムは今行ってないんですけど、筋トレとかしたりウォーキングしたりとかで結構着替えるシーンが多いんですよね。だったら7枚ぐらい全然あってもいいと思うし、多分その人のライフスタイルによって違うと思うんですよ。だから1日何回も着替えるんですっていう方であれば全然 OK やん。それでだけどそんな着替えませんねっていう方であれば、うん、もうちょっと捨てていこうかっていう時期なのよね。でもエスコさん、来年も着たい服とかあるんですけど。全然ダメ、ね、来年とかそんな汗が染み込んでる T シャツ、はい、1年持っててどうすんの。もう大変なことになってんです来年なんて。そうですね、だってさ汗じみでさ、うわ結局色変わってたとかない？そう、めちゃくちゃあるんですよ。そうやろ、はい、だから結局は使えへんねん。なるほど、そうですよね。え、理想の高橋さんは着てるんですか、理想のあなたは着てるんですかってところなわけ。いやー高いのありますよ結構。いや分かる分かる、だからそれはそれでいいわけ、はい、じゃあどうしたらいいかってことだと思うね、考え方としては、うん、だからその高い洋服をまた買える自分になるっていうことやね。超深いですねこれ。そうやね、だからなれるか分からんやけども、なりたい、そしてなれるんだっていう決断を入れるために実は洋服を手放すっていうのをやっていくんですよ、はい、あ、そうか、今エスコさんすごい気がついたんですけど、高いブランドの例えば夏服を持っているとそれで安心感で稼ぐモチベーションがちょっと湧かなかったりするっていう感覚に今陥ってます。そういうこと、そういうこと。だからまだ買えばいいじゃんっていうマインドにしたいわけ、うん、そのために決断して捨てるみたいな。私も実際に生活ってやりだしたのが3年前なんですよ。その時なんてめちゃくちゃ嫌なわけ、だから捨てたくないわけ。ブランドもんとか、私ポールスミスっていうブランドすごい好きやから、はい、めっちゃ持ってたわけ、そんなん捨てるわけないじゃんと思ってるんやん。そうですよね、私も着てた、それでだから1枚の T シャツを4年ぐらい着てたわけマジでマジで。でもだんだんヨレヨレになってくるやろ、はい、めっちゃ着てますね。でそうやで、でもポールスミスやからもったいないって言って着てるわけ。別にいいねんって。だけど今思えばそれってさ、私この T シャツは二度と買えませんっていうマインドになってるわけよな。そのマインドがやっぱりそうさせるっていう、その通りになっていくんよな。だからその3年前にやった時はもう全部捨てたわけ。それ全部ですか？全部いったよ。だってもうすでに去年までの服なわけじゃん。でも行ってまいって言ってもう行ったわけで、もう私はちゃんと自分で買えるようになるんだってね、来年はもっといい服買うんだっていう風な決断をバシッとそこで入れたわけ。でもそんな分からへんや、なれるかどうかなんて。そうですよね。だけどグッてこう入れたことで結局そうなったって感じやねんな。これエツコさん全部捨てるじゃないですか。1年後ってやっぱりそれ以上のリターンってあったんですか、悦子さん自身。 あったあった。もう私の場合はあったから、はい、だからぜひ皆さんも捨てると怖いと思うわけ。もう履いてくるのかなって不安やねんな、うん、大丈夫、一回ちょっとやって
てみてって感じだね。もうみたいな感じで捨ててみんねんって。でな、最悪やで、最悪な。別にさ、次の年 T シャツとかって1000円とかで買えるやん。買えますね。じゃあ別にそれ着ればいいじゃんっていうだけの話や。そんなことよりも恐れてるわけよな。なんか私できるかな、できへんかな、この不安とか恐れとか覚悟ができないのか、こっちの方がもったいないわけ。なるほど。だから T シャツと皆さんの人生どっちが大事よ。今思ったんですけど、また、うん、人生で悩んでるよりも T シャツでめっちゃ悩んでる。あ、そうやろ。それちょっと不毛ですね。不毛じゃん。物と私たちどっちが大事なんて。私たちやろ、だって確実に。私たちなんか外に向いてるのかな、はい、物が大事とか何とかが大事とか言って外のものを大事にしてんねんな。だけどほんまに大事なんて自分の人生の中心って誰？自分です。自分やん。ここに軸を戻したいわけ。だからそれを戻すのに物を使って手放していくことで戻すってことで、誰にとって何が大事なのかっていう、この核心に迫るのが実は捨て勝つということなんですね。めちゃくちゃ深いですよね。そうなると、だからまずは夏服行ってまいりましょうってことや。で、えつこさん質問なんですけど、夏服行って、まあ、秋服買うじゃないですか。今までは例えばブランドものであれば 2,3 年もうワンチャンスあれば着ちゃおうみたいな、それを意識しながら買うじゃないですか。買う時のポイントってなんか最後お教えいただければと思うんですよ。もちろんです、はい、こちらは理想の自分に少しでも近づけるものを入れるってことなんですよ。あ、そこも理想なんですね。そうそうそう。だから、ね、はい、例えばこの理想の自分が着てるのが10万とか20万やったとするじゃん。じゃあいきなりそれ買えますかって、これ人によるじゃん。だからいきなりそれで手出しましょうじゃなくていいわけ。じゃなくて、今までは例えば5000円とかのものを、じゃあ8000円のものを買おうかとか1万円のものを買おうかとか、こんな感じでいいよな。だから少しでもこの理想の自分に近づく、もしくは今まで選択したことのないような、本当はこの服着たかったんやけど今まで恥ずかしいと思って着れなかったとか、そういうのにチャレンジするっていうのはすごい大事だよね。ってことは洋服を長年着るっていう、うん、そういうくだらない人はまず置いといて、自分の理想とする必要なものを今入れるっていうことですね。そういうこと、そういうこと。自分のセルフイメージを変えるために洋服を使ってると思ってもらったらいいんだよな。だから洋服の概念がちょっと違うって感じかな。なるほど。セルフイメージを変えるために洋服って、今まで買っても捨てたことも一度もなかったんで、ちょっと実践してみたいと思いましたね。まず1着から始めようって感じ。今までは5000円やったのを8000円にするとか、まずその洋服買いに行こうやってことやね、うん、で来年の自分も、はい、来年の秋の自分も変わってるから、それぐらい変わっていいんだってことやね。だからやってみよう、まあ、先のこともとりあえず考えなくていいから、まずは今年の秋、はい、去年よりもいいものを入れよう。これで OK ということです。はい、今日はありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。また感想質問ありましたら、ぜひ皆さんコメント欄書いてみてください。皆さんでアウトプットすることで自分の脳にどんどん定着しますので、ぜひご活用ください。今日の内容がちょっとでもいいなと思いましたら、いいねボタン、チャンネル登録、そして公式 LINE の友達になってください。ということで今日の動画のまとめ、夏服捨てて人生激変ということで、今日は夏服をどんどん捨てていきましょう。そして秋服を入れる時のポイントをこちらをお伝えさせていただきました。今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。 See you!